上、三つ家駅は、かつて、新潟県三つ家市に存在した、越後交通都庁線の駅である。1975年4月1日、都庁線の全線廃止により、廃駅となった。駅舎は、構内や土地と共に長らく、越後交通三つ家営業所社屋及び、バスターミナルとして利用されたが、建物の老朽化と営業所の機能縮小により2003年に、解体された。現在、 駅や土地は、越後交通が分譲する、住宅地となっている。周辺のバス路線図。現在もバスの運行拠点となっている。旧駅舎が取り壊された後、越後交通見つけバスセンターが設置され、案内所業務のみ継続。1998年、バスセンターは西側に移転し、旧駅跡は売却され、住宅地となっている。旧駅の位置にある時代から、 車庫機能はなく、待機所機能のみ残っているが、停留所としての名前は、上見つけ車庫前のままとなっている。ふれあい橋。写真奥が上見つけ方。左が、かつての長岡方面、右が、土地方面の線路に相当する。当駅は一旦は、スイッチバック式でない駅として開業したものの、開業後に、スイッチバック式に転換された、得意な駅である。これは、駅を、 より市街地に移転させたいという見つけ町民からの強い要望があったことが理由である。当初は耳取り、名秋ら中間のカーブ上に位置したが、カーブを直線上に改め、新駅舎を仮屋田川南岸に設置したことで構造変更が生じた。旧駅舎付近で土地を方面が分岐することとなり、この分岐と新駅の区間は単線並列とされた。駅移転と同年、 1919年により、カリ田川の河川改修が開始され、見つけ市街に大きく食い込んでいた河川の流路が直線上に改められることとなった。この結果、新河道を渡る必要が生じたことからカリ田川橋梁が建設され、廃線後も長らくそのままとされていたが、平成に入ってから歩行者専用の触れ合い橋として掛け替えられた。7.13水害の後には、 土地汚染と同水害について書かれた看板が名木の型のたもとに設置されていたが2014年までに撤去されている。ありがとうございます。